今週の新題、とある魔術のインデックス。設定6の機械割り 114.9%。 スマスロ、天井999ゲーム、コイン持ち 1K50 枚、34ゲーム、AT 純造、約 2.7 枚か約 4.1 枚。導入台数、12000台。リセット初当たり調査。リセット台の AT 当選までのチャンスゾーンスルー回数。即連当たりなしかな、早い当たりもありましたが、あくまでチャンスゾーン当選で AT 当選率も高くなかったので狙えるレベルではないが、リセット後の合格以降恩恵はありそう。天井短縮の恩恵はなかったが、チャンスゾーンは600ゲームまでに必ず当たっていたので、リセット台は600ゲーム台のチャンスゾーン当選濃厚かも。220ゲーム付近の当選も多かったので、リセット台なら180ゲーム付近から狙えそう。スルー回数での違いは特になかったので、チャンスゾーン期待度 52% はやらせなしかな。リセット台の最大ハマりは621ゲーム、リセット台以外の最大ハマりは893ゲーム。リセット狙い、200ゲーム付近のチャンスゾーン狙い。600ゲーム間チャンスゾーンハマりは、チャンスゾーン天井濃厚、これくらいしか狙えなさそう。リセット判別はすぐわかりそうなので、酔い腰狙いはできそう。ハイエナ狙い、狙えるポイントは3点。AT 間天井狙いでいた機は、チャンスゾーンでリセットされるタイプなので、内部的にハマり台、拾える機会はありそう。おそらく、チャンスゾーン中のゲーム数抜きで、999ゲームハマりで、AT 濃厚。キャラ狙い。異能キャラで、チャンスゾーンなど有利になるので、空き台は強い異能キャラがいればピンポイントで狙えそう。短縮天井狙い。前回 AT が1000枚以上ならば、天井が600ゲームになるので狙い目。天井情報。前回 AT が1000枚以上ならば、天井が600ゲーム。期待値的には高くないが、チャンスゾーンでリセットされるため、まだ拾いやすいかもしれない。高設定、低設定データ。設定6の勝率はかなり高いかも。最大ハマりが592ゲーム。チャンスゾーンの当選率にかなり違いがありそうで、ダマはやはり上位 AT に行かないと5000枚以上はいかないが、設定6は割と安定して出る仕様かも。データ的にはレールガンと近い感じかも。キャラの組み合わせで色々楽しめるのは結構いいですね。叩きどころがかなりありますが、その分イライラする部分が多そう。レールガン苦手勢には敬遠されそうかな。あと店が設定使えば割と素直に出そう。私の狙い目、リセット台の200ゲーム付近狙い、AT 間天井狙い600ゲームから脅威のキャラ狙い、この3点で狙ってみます。さらに詳しくはブログにて公開しております。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方は、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。